カーニーブールは、オーストラリアパース出身のロックバンド。1997年結成。高校時代の旧友であったケニーとゴダードが当時、結成したバンドが母体となっている。オーストラリア国内では、数々の賞を受賞している。2001年、2007年にウェストオーストラリアン・ミュージック・インダストリー・アワーズにおいて、ベストオリジナルメタルアクトを、はじめ数々の部門で受賞を成し遂げている。 トリプル、j ホッテス e 100にはこれまでにサマータ、ロコフォート、ザオンリーウェイ、セットファイアツーザファイブ、オール、アイノー、ウィーアーの6曲がランクインしている。2013年には、アリアミュージックアワードで2部門にノミネートされ、そのうちのベストハードロックヘビメタルアルバム部門で受賞を果たした。また、同賞では、過去にセカンド、サウンドアウェイクをプロデュースしたフォレスターサベルが、 プロデューサーオブザイヤー部門でノミネートされている。ファースト、サマータまでの音楽性は、オルタナティブメタルやニューメタルとも形容されたが、その後の作品ではより、プログレッシブロックへの思考を強めている。彼らが影響を受けたバンドとして、ディフトーンズやトゥールといったバンドを挙げている。ありがとうございます。